ベルタワー下関は山口県下関市竹崎町にある高層マンション。山口県で最も高い建物である。JR 下関駅にほど近い C モール下関の並び山口銀行本店の向かいに位置する。もともとこの地は C モール下関同様、下関駅の貨物ヤード跡地の一角であったが、貨物ヤード跡地及び周辺の再開発事業である。 細井土地区画整理事業において地域内に存在した零細地権者を集合監視し再開発ビルを建設する目的で施行された。事業名称は細井地区十二街区第一種市街地再開発事業であり、事業主体は下関市を含む地権者が設立した権利者、法人である下関コアビル株式会社で、これに国、山口県及び 下関市が補助金を支出して建設された。当初は駅前一等地でもあることから、シティホテルの建設が検討されており、一旦は下関コアビルとキーテナントとなるホテルとの間で、進出合意も得ていたが、バブル崩壊の最中ということもあり、ホテル側が事業から撤退。建築目的を分譲マンションに変更して、 広島のマンションデベロッパー等立ての下で事業が進められることになった。施行にあたっては、都市再開発法第110条に基づく、全員同意型の権利変換が行われ、市を除く地権者のうち4名が1階2階の商業、施設、業務施設に入居、下関市が2階に、公益施設を設置、地権者1名が3階以上のマンションの一室に、 権利変換により入居している。ビルは2007年2月に完成。建物は地下1階地上22階で、それまで県内最高層であった山口県庁舎をしのぎ、山口県で最も高い建物となった。下関市の公益施設部分には、下関市民活動センター、下関市消費生活センターが入居し、これらは下関駅前からつながるペストリアンデッキと、 直結している。マンション部分はベルター下関駅前マリンビューの名前で売り出された。ありがとうございます。